2024年3月8日、海上自衛隊の大型鋳型潜水艦の3番艦ジンゲイが三菱重工業者の神戸造船所から引き渡され、収益したとの情報をキャッチしました。今回は、ジンゲイ潜水艦収益で変化する日本防衛力を詳しく見ていきます。世界的に見ても、大型の通常動力型潜水艦の大型鋳型ですが、なんと、次の4番からはまたまたグレードアップしているのです。今後、全固体電池の搭載で、やっぱり源泉越えとの話も出てきていますし、なんといっても、静粛性は世界屈指です。2024年3月8日、海上自衛隊における最新鋭の潜水艦、大型鋳型の3番艦で、一昨年の2022年10月の進水時にジンゲイと命名されていた同艦が、建造元の三菱重工業者の神戸造船所から、同体への引き渡しを終え、収益を果たした。この日、三菱重工業者の神戸造船所周辺は晴天にも恵まれ、ジンゲイの引き渡し祝う式典には、防衛省からは、田事務次官、酒井海上幕僚長らを含む幹部が、建造元の三菱重工業者からは、出口執行役員らが参列した。当日に行われたこの式典では、通例にのっとり、引き渡しと自衛艦旗授与の2つが同時に実施され、三菱重工業者の神戸造船所において、太平洋戦争後に建造された海上自衛隊の潜水艦として、ジンゲイ派記念すべき30隻目の艦艇となった。大型鋳型潜水艦は、ネームシップで、1番艦の大型鋳が2022年3月に、神奈川県は、横須賀の潜水艦隊第11潜水隊、2番艦のハケゲ鋳が広島県は、呉の第1潜水隊群第1潜水隊に配備されていた状態であった。今回の3番艦のジンゲイ派神奈川県は、横須賀の潜水艦隊第4潜水隊へ実戦配備されることが公表され、横須賀と呉の交互の配備を踏襲した形ではあるが、これまでと少し異なる展開となった点が生じている。それは、ジンゲイそのものに関するものではないのだが、同艦の収益を機に、先に、神奈川県の横須賀に実戦配備されていた1番艦の大型鋳が海上自衛隊内で、試験潜水艦へと、種別の変更が行われたことである。大型鋳はかつての最後の防衛計画の対抗、現在は、国家防衛戦略に、2022年12月に名称変更済みに明記された通りに、ジンゲイの収益を受けて、試験潜水艦への種別変更が最新鋭艦にもかかわらず実行された。これまで、海上自衛隊内で、試験潜水艦の任務については、実戦配備中の艦艇が持ち回りで担当する形が取られていたが、大型鋳を専属とすることで、他の艦艇の稼働率の向上と、各種試験の効率化を図る狙いがあると考えられている。いずれにせよ大型鋳が試験潜水艦へと艦種変更を受けたことで、海上自衛隊の現在の潜水艦隊の内訳は、前々級の親潮型が8隻、前級の総流型が12隻、大型鋳型が2隻と昨年2023年度と同様の構成となった。大型鋳型は、現在の海上自衛隊における最新鋭の潜水艦ではあるが、特に、前級である、総、流型の発展、改良型に位置づけられる艦艇であり、大型鋳を試験潜水艦に置くことで、次級の全くの新型の建造の礎とする狙いも感じられる。現時点では、大型鋳型は、何隻が建造されるのかについては、最終的に確認できる情報はないが、最も旧式となった親潮型が、未だ8隻を実戦配備している状況を鑑みれば、これらの更新を行う数は建造されるのではないだろうか。そう考えると、大型鋳型は、すでに、4番艦である、来型鋳が昨年2023年10月に進水を果たし、予算上も、令和3年分で5番艦1隻、同4年分で、6番艦1隻の寄港が行われており、残り6隻を建造して、代替を図るのではないかと、個人的には思う。そう仮定すると、大型鋳型の総建造数は12隻に達することとなるわけだが、前々級である親潮型が総数で11隻、前級の総流型が同12隻であることを踏まえてみれば、数的には妥当な線ではないと思えてくる。さて大型鋳型であるが、基準排水量は3000トン、
水中排水量は推定だが約4300トン前後、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートルの艦体を持ち、機関構成はディーゼル機関2基とリチウム4蓄電池、発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式である。タイゲイ型の船体は、こうしたディーゼルエレクトリック方式の通常動力型潜水艦としては、世界的に見ても、最大の部類に属するもので、現在の機関構成の仕様と性能を踏襲するのならば、これ以上の大型化は、難しいところまで行き着いているように思える。このタイゲイ型のディーゼル機関2基とリチウム4蓄電池、発電機を備えたディーゼルエレクトリック方式という機関構成は、前級の、そう、流型の後期型2隻から引き継がれたもので、当時は、世界初の量産型のリチウム4蓄電池搭載艦として、世界からの注目を集めた。最近でこそ、蓄電池にリチウムイオン製を採用することは、近年では、韓国の島山安正弘級潜水艦のバッチ2と呼称される最新型や、台湾初の国産の潜水艦である、海鯤型が、同様の形式を備える予定であると打ち出されてはいる。リチウムイオン蓄電池は、それまでの鉛製の蓄電池と比較して、大電流、大電圧を発揮可能という特性を持ち、かつ、短時間での充電や、ミツル放電回数が飛躍的に向上したことで、実用化が他国でも推進されているが、大きな難点を、軍用の装備品としては指摘されてきた過去がある。それは、鉛製の蓄電池に比べて非常に発火しやすいという特性であり、昨今も世界各地でリチウムイオン蓄電池を搭載する電気自動車の発火事故や、もっと小型の通信端末等の同様の事故が多数報じられていることは枚挙に暇がない。この安定運用が困難なリチウムイオン蓄電池を軍用の量産型の潜水艦に搭載可能とした点こそ、そのリチウムイオン蓄電池本体を開発した日本の GS 湯浅社や、潜水艦本体の安全設計を担当した三菱重工業者の高度な技術の賜物であろう。それでも、通常動力型潜水艦の性能を大きく左右するバッテリーの進化の研究は続けられており、以後は、全固体電池が、その代替を担うことになるのではないか、と指摘する声も多く、日本も、タイゲイ型の次級には、その搭載も予想されている。鉛製の蓄電池に対し、リチウムイオン製の蓄電池が、飛躍的な性能の向上を果たしたように、全固体電池の性能は、それを凌駕するものとなるとの予測も多く、さらなる連続潜航時間や潜航距離の延伸が期待されている。ただし、建造費という観点から見てみると、そう、流型の鉛製の蓄電池を搭載した10番艦昇竜のおよそ520億円に対して、リチウムイオン蓄電池の搭載に切り替えた同11番艦欧竜波およそ660億円と 25% 以上も高額になった。さらに、タイゲイ型のネームシップにして1番艦タイゲイ波同およそ800億円にまで増加しており、量産の効果ゆえか2番艦はクゲイ。以後は700から720億円ほどに落ち着いてはいるものの、確実に、一隻の建造費は、鉛製蓄電池の搭載艦より増加基調にある。このため、全固体電池の実用化が行われる場合においても、同様に、建造費の高騰が予期されており、この傾向は回避できない問題として、単純な一隻あたりの建造単価という、値については、ますます厳しくなるであろうことは、想像に難くない。それでも、いかに、全固体電池をはじめとする、今後の通常動力型の潜水艦建造費の高騰が予期されるとはいえ、原子力推進型の潜水艦と比すれば、建造及びメンテナンスの費用もまだ割安であることには変化はないと思われる。ただし、日本の場合も、現行の 533mm 魚雷発射艦を6門装備する純粋な攻撃型潜水艦に止まらず、対地対艦攻撃力を重視した VLS 垂直発射艦搭載型の建造や、今後主流となる可能性の高い小型の無人潜水艦の母艦となる潜水艦の開発も検討されている。その場合、
現在の太平型のような推定の水中排水量をおよそ4300トン前後を大幅に上回る仕様とする必要が生じる恐れもあり、それらを過不足なく稼働させるためには、さらなる機関構成の採用を避けては通れないだろう。日本の安全保障のあり方、方針、具体的な計画について定められた文書は、2022年末までは、国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画の3文書であり、これらを、時の政権が閣議決定することで、防衛体制が構築されている。これらの3文書のうち、その名称は、2022年、12月16日には、後ろの二つが改められ、防衛計画の大綱が、国家防衛戦略、中期、防衛力整備計画が、防衛力整備計画となったが、文書としての位置づけ自体には、大きな変化はない。これまでと同じく、国家安全保障戦略の下で、国家防衛戦略が、およそ10年単位での日本の、防衛政策や規模感を定義し、規律に基づき、防衛力整備計画が、およそ5年単位での具体策と防衛装備品の調達数を定めるものとなっている。直近のこれらの閣議決定においては、近年、悪化の傾向をたどっている、日本の安全保障環境を反映し、反撃の能力の保有と、それを裏付ける長距離攻撃兵器の取得が打ち出され、大きな転換点を迎えたことは、記憶に新しい。こうした大きな動きは、陸海空3自衛隊の装備品に、これまでは認められてこなかった射程距離にして、およそ 1000km 超級の長距離ミサイルの開発と配備が、現実のもとなり、防衛費全体の増額とともに、注目を集めている。ちょうど不幸にも、昨年は、ロシアによる、ウクライナへの軍事侵攻が勃発し、2023年1月現在も、激戦が継続されており、日本のみならず、ヨーロッパのロシア側の周辺国の間でも、軍事費の増加の傾向は、高まってきている。こうした傾向は、平和維持のためには必要な決断であると、日本でも、概ね必要に迫られた上からは、賛同の意を得ているように感じられるが、以後の防衛費の増大に、増税で対処しようとする方策には、批判的な意見も、多々見られる。対 GDP 比率で 2% 以上、2023年度からの5年間の総額で43兆円以上とも言われる日本の防衛費に対しては、今後は、その財源をどのように捻出するのかが、政治的な争点となっていくことは、避けられそうにもない。さて、そんな現状に置かれた日本だが、冒頭で述べたように、名称が変更されたとはいえ、今の陸海空3自衛隊の規模や装備は、当然のことながら、近年の防衛計画の大綱で定められた範囲で、整備が進められている状態にある。それらの中では、201年度からの、いわゆる22大綱が、一つのターニングポイントであったと思われ、陸では、地対艦ミサイル連隊の増強と、戦車等の台数の削減、空では、航空機の保有機数の底であったことが伺える。そして、海においては、その増強の傾向が顕著であり、護衛艦の48隻体制、潜水艦の22隻体制、航空機こそ150機体制と少ないが、護衛艦は、以後54隻体制へと、増加を続け、日本においては、領海の防衛が重視されていたことは明白である。ここで何と言っても、注目すべきは、潜水艦の22隻体制の構築であり、一つ、前の16大綱では、16隻体制だった潜水艦の数を、一気に6隻増やした、体制としている点であり、日本の領海防衛への姿勢が、よく体現されているように感じられる。これは、市場開放政策によって、特に2000年代以降、その膨大な経済力を背景に、
軍備の増強を推進してきた中国への対抗策であり、エネルギーから食料まで必要な物資をカイロからの輸入に依存する日本にとって必須の方策だった。こうした資源の大半を南シナ海経由の海上航路で輸入している日本にとっては、有事の際にその航路を封鎖されないようにする手段として潜水艦を重視していることを示しており、理にかなった戦略だと思われる。もともと太平洋戦争の敗戦後の日本は連合国、具体的にはアメリカの意向によって潜水艦の保有を禁じられていた期間もあったが、旧ソ連との冷戦構造が始まると同国海軍の潜水艦が太平洋への進出を阻むことが求められた。そこで、アメリカは、それまでの日本への政策を転換し、海上自衛隊への潜水艦の保有を認める路線へとシフトし、特に SLBM を搭載する旧ソ連海軍の戦略型潜水艦の太平洋方面への進出の阻止を、海上自衛隊に帰求した。海上自衛隊の潜水艦は、今に至るまで通常動力型であるため、水中での移動速度は、原子力推進の潜水艦に遠く及ばないことから、北から、宗谷、津軽、関門、対馬、大隅の5海峡をチョークポイントに定め、待ち伏せを基本戦術としている。そして、1991年に旧ソ連が崩壊した後、近年は中国海軍の動きを牽制すべく、海上自衛隊の潜水艦隊の守備範囲は、東シナ海から、南シナ海方面にまで及ぶようになっており、日本の総連防衛のようとなっている。そんな海上自衛隊の潜水艦の中で、最新鋭の艦艇が太平洋型であり、一番艦で、ネームシップの太平洋が、2022年3月に、神奈川県の横須賀基地を母港に配備されおり、今年2023年3月には、2番艦の枠芸も就役の予定である。太平洋型は、毎級にあたる、そう、竜型の正常進化版と呼ぶべき存在であり、基準排水量で3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも、最大のクラスに位置している。この太平洋型は、そう、竜型の12隻のうちの最終の2隻、11番艦、桜竜と12番艦、東竜と同様に、機関には、ディーゼルエンジンとリチウムイオンバッテリーとモーターの組み合わせを採用している。太平洋型の開発に際しては、新型のディーゼルエンジンとモーター、そして、新設系のシュノーケルシステムの搭載が基礎されていたが、ディーゼルエンジンの開発が間に合わず、3番艦のジンゲイまでは、そう、竜型と同型を搭載する。また、太平洋型では、光ファイバーを用いた新型のソーナーシステムを搭載しており、従来型の潜水艦よりも、索敵、探索能力を高め、もともと高い静粛性を誇ることに加え、領海防衛への大きな能力向上が図られている。兵装に関しても、太平洋型は、従来と同様に、533ミリ、魚雷発射管6門を艦首部分に装備しているが、ここからは、2022年から調達が始められた長魚雷の人は、知識魚雷や、対艦ミサイルである UGM-84 パープンの運用が可能である。対艦ミサイルである UGM-84 パープンだが、最新型のブロック2では、およそ 250km 弱の射程距離を持つのと並行して、もっと近い距離であれば、対地攻撃にも使用可能とされており、太平洋型にとっても、貴重な兵装と言えるだろう。ただし、これまでと異なり冒頭でも述べたように、
日本でも長距離攻撃が可能なミサイルの調達に舵を切ったことで浮上してきているトマホーク巡航ミサイルの射程距離が軽く 1500km 以上であることに比すれば非力感は否めない。トマホーク巡航ミサイルと関連したところでは、日本でもこうした長距離ミサイルを潜水艦に搭載するべく VLS 垂直発射艦を装備した実証実験艦の建造が打ち出されており、今後の続報が待たれる部分でもある。現在の世界各国の海軍における潜水艦は大きく分けて、核兵器を運用可能な SLBM を装備する戦略型潜水艦と、対艇型のように敵の艦艇や潜水艦を主たる標的とする攻撃型潜水艦に大別されている状態である。そうした中では、トマホーク巡航ミサイルのような長距離の対地攻撃が可能な兵装を装備した潜水艦は、そのちょうど中間とも呼べるような戦術的な位置づけを持った存在だと考えて間違いではないと言ってよいだろう。海上自衛隊が今後そのような VLS 垂直発射艦を装備した潜水艦を保有運用するとなれば、稼働、訓練、メンテナンスのローテーションからも少なくとも3隻以上の配備が必要になるのではないかと個人的には思えている。